問、リアタイで結局イチローさんって強いの？結論、強いけど必須級ではない。その理由を簡単に説明すると、ライトではまず高橋由伸さんっていうね、広角アーチの守備めっちゃいい人がいるし、センターは秋山さんとほぼ同じ能力で、かつ秋山さんは正直最近使われてないから必須とは言えない。レフトで言うと、確かに守備 B は魅力的だけど、福留さんの方が超広角を持ってて劣るという部分で、まあレフト、センター、ライトって見たら全部ね、イチローさんよりも使いやすい、もしくはね同等な選手がいるっていう時点で、まあ必須とは言えないよね。まあただイチローさんを使えるっていう喜びと、あと守備の広さ、エリア51のファインプレーが出やすくなるの効果次第ではめちゃくちゃ強いかもしれない。まあただパワープロと違ってプロスピエースでは特殊能力3つまでしか作れないから、そうなるとね、イチローさんの強さを再現するのは難しいのかもしれない。